96式陸上攻撃機。96式陸上攻撃機は、大日本帝国海軍の陸上攻撃機。95式陸上攻撃機の後継機であり、96式艦上戦闘機と並んで、日本の航空技術が欧米と同等のレベルまで進んだことを示した最初の機体である。当時としては、高い航続性能を有し、品事変から太平洋戦争の初期まで、 第一戦で活躍した。なお、海軍の命名法によって、急降下爆撃ができない本機は、爆撃機ではなく攻撃機とされた。後継機の一式陸上攻撃機と共に、通称中高と呼ばれた。連合国軍のコードネームは、ネル、ネル。ワシントン海軍軍縮条約は加盟国の主力艦、戦艦、巡洋戦艦の保有量に制限を設けたが、 結果として、廃艦となる、心臓主力艦を改造した大型空母の出現を、招いた。このことは、航空母艦と艦載池を取り込んだドクトリンの、複雑化を招き、空母造成という新しい方面の軍備、拡張競争を招きかねないことから、ロンドン条約では、航空母艦の保有量にも制限がかけられ、しかしながら、一旦出現してしまった空母の存在は、敵空母による、 日本本土空襲の潜在的脅威であり続けたこともあり、日本海軍では1935年、昭和10年の第二次ロンドン海軍軍縮会では、空母全廃に持ち込もうとして失敗することになる。ロンドン条約のために、水上艦の造成が不可能となったため、海軍航空本部長、松山茂中将は長らく温めていた、長距離来撃機の開発に乗り出した。 山本五十六技術部長、和田美佐夫技術部主任、後に参加する山形忠志高総務部員らスタッフを揃え、連日検討した。このような経緯の中で、陸上基地から発信して、敵艦船、主として、敵空母を攻撃出る、沿岸用攻撃機が考案された。この当時、海軍機メーカーの中で、大型、全金属機の製作能力を持っていたのは航海軍。 交渉、広渉と三菱内燃機、後の三菱航空機であったため、まず広渉で七市特殊攻撃機、七空攻撃機とも呼称される、後の95式陸上攻撃機の開発に着手、ついで三菱に八市特殊偵察機一機の試作が発注された。八市特殊は1934年、昭和9年4月に初飛行した後、 計画が変更され7.7ミリ機銃2丁を搭載する8市中型攻撃機へと解消された。さらにこの試作の成果をもとに旧市陸上攻撃機は計画され、三菱内燃機株式会社名古屋航空機製作所に発注された。設計主務者は8市特定と同じ本場記録技師。試作機は10年6月に完成し、7月1935年。 昭和10年7月に初飛行に成功した。11年6月2日に96式陸上攻撃機として正式採用された。大型陸攻である高渉95式陸攻が大港、中型の96式陸攻は中港とみなされた。長距離攻撃機として空気抵抗と燃費の低減に重点を置いて設計された。 機体重量の半分の搭載量を誇る、画期的な航空機だった反面、胴体をスマートな形、魚雷型にしたため機内に爆弾層を設けることができず、爆弾や魚雷は胴体下に吊り下げられて、空気抵抗を応じた。また、爆撃機特有の機種風防を排しているため前方の防御火力、機種銃座はなく、特に世界的に1930年代後半以降、 必須となっていた防弾装備も皆無であるなど、軍用機、爆撃機としては未だ発展途上の機体であった。そのため爆弾層、爆弾層扉付けと、機種風防、機種銃座付けを設け、防弾装備、防老燃料、潤滑油タンク。1939年、昭和14年の初期量産型、I 型オツの時点で、装備を備えより高速な日本初の本格的かつ、 近代的な爆撃機は、本機の翌年に、正式制定された陸軍の97、式重爆撃機の登場を待たなければならない。日中戦争では、航続性能を活かして、設計本来の目的ではない、対地爆撃に対応された。まず、台湾や九州の基地を発信し、東、シナ海を越え、第二次上海事変で孤立する、現地部隊を支援する爆撃を、 こう、帰還した。これは東洋爆撃として国内に大きく宣伝され、名を挙げた一方で、敵戦闘機による多大な被害を受けた。その後、基地を中国本土に進め、中国奥地の観光や重慶等の都市を爆撃した。東洋爆撃初期から、敵地上空で敵戦闘機による損害が続出し、長距離護衛戦闘機の必要性が真剣に検討され、 十三思想発陸上戦闘機、後の月光の誕生につながった。なお冷戦も、立港の護衛に活用されたが、それは、結果に過ぎず、長距離護衛のために開発されたというのは続説であり、誤りである。太平洋戦争では、1941年、昭和16年12月8日の開戦当日から、連日台湾を発進して、フィリピンのアメリカ軍飛行場を爆撃し、 短期間にアメリカの航空戦力を壊滅させた。さらに12月10日のマレー沖海戦では、一式陸上攻撃機と共同で、イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズと、巡洋戦艦レパルスを撃沈し、戦艦に対する航空優位を印象づけた。しかし、1942年、昭和17年2月のジャワ沖海戦では、巨来が間に合わず、大きな戦果を挙げられなかった。 また5月の3五海海戦では敵艦に命中弾を与えることができず、効果的な対艦攻撃ができなかった。1943年、昭和18年1月のレンネル島沖海戦では、夜間大撃を成功させ、シカゴに2本、ウィチタとルイビルに、各1本、共に不発の魚雷を命中させている。なお、空の新兵として国民に広く知られることとなる。 日本海軍空挺部隊を運搬したのも、96式陸航の輸送基盤である96式陸上輸送機である。1942年、昭和17年1月11日に、セレベストオノ目などに2波408人を降下させたのは、延べ45機、2月20日に、西ィモールのクーパンへ2時にわたり700人を降下させたのは28機の96陸輸であった。 その後は徐々に第一線を後継機に譲り、輸送などの広報任務に就くことが多かったが、末期には老朽を押して東海実用化までのつなぎとして、電炭と KMX 時期探知機を搭載した対戦哨戒機として汚られたり、練習航空隊で使われていた機が夜間大撃を行うなど再び一線に立った機体もまた少なくなかった。1939年、 昭和14年に96式陸港21型を元に燃料、活油タンクの増設と武装の削減、機内に8から10人分の座席を備える、客室設置などの改造を行った機体を海軍では96式陸上輸送機として採用、同様の改造は11型に対しても実施され、後年には落下三部隊用の特殊輸送機へ改造したものも登場した。 96式陸上輸送機は民間でも三菱式総発輸送機として大日本航空や各新聞社で輸送や連絡に用いられた。これらの中には世界一周飛行を行った日本号など日本から各国への長距離飛行に供されたものがあった。長距離飛行を行った三菱式総発輸送機の例としては以下のようなものがあった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。